お、はい、きます清水ですで今日はですね海外のニュースいろいろ取り上げていきたいんですけど、一、はい、つ、速報ということで<お>、えー、これなんですけども、あの東京、ね、五輪開催なら宣言延長をっていうふうに書いてるんですけども、はい、速報、東京五輪開催なら宣言延長をの上のところに、ですね、はい、速報、東京、大阪など宣言解除っていうふうに書いてあって、なるほど、これ、皮肉の効いた感じですよね。 まあ緊急事態宣言、延長した方がいいと中日本医師会の会長の中川会長が言っているにもかかわらずですね、はいえー、その上に速報で、えー、東京など旧都道府県の緊急事態宣言を20日解除決定とうん、うん、悪意がありますね、これ。いやー、ちょっといくらなんでもこれは。何なんこれ、はい、で、オリパラ開催にあたりねあの、専門家から提言があると思うと、はい、政府はベス,トなベストに近いベターな選択をしてほしいというふうに言っております、はい、そんなわけでで政府から出た提あの専門家の提言これです。 えー、<laughs> これ、昨日の動画で細かく説明したんですけども、<laughs> はい、あのオリンピックを有観客で行った場合、はい、無観客と比べてです、ね、累積する感染者の数はなんと、はいえー、もうとんでもない数字になっていますよね。はい <laughs> そうですねてかもうあの突き抜けすぎていて、はい、ほとんど右側の意味がなくなっているというこの、はい、そうでですす突破グラフですね、はい、まあこれあのもう1個はですね緊急事態宣言をこう解除した場合ですねデルタ株の影響が大きいと、えー、東京はもうオリンピックを前に、うんえー、こういうふうになってしまうよというふうにこう言っているわけなんですよね。うん、でまあそれがあるからこそあの日本医師会の会長はですね 五輪開催するんだったら宣言延長をというふうに言っているんですが、はい、もそもそも開催しない方がいいんですけどはいあのそう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 ん、五輪開催になるじゃなくて五輪中止して宣言延長そうですねそんなことで国民にお金を配るこれが一番いいんじゃないかというふうに思ってまあこれね木曜日に撮っている動画なんですけども、うん、あの金曜日の皆さんどうなってますかまずですね木曜水曜とですね東京 2>,、うん、2日連続で全州を。 いまあデルタ株も来てるからね正直いやー、これですね、イギリスの状況とだんだん似てきましたよそうですね、イギリス、デルタ株がもう9割、感染者数のデルタ株の感染が9割になっているイギリスと一緒。いやー、でもイギリスはね、ワクチンをもう国民の半分以上が2回接種していて、かつ変異株のスクリーニング検査も。 素晴らしいものを持っていますが、日本はどちらもありません。つまりバリアーとレーダーなしで、円株と戦っている。はい、まあ、でもね、小池さん言ってたもんね。あの、ステゴロで戦いみたいな。円、うん、株と。素で,で、素で戦っていいっていうふうに言ってましたね。はい、そうですね。でもね、これかなり怖いと思いますよ。 この新型コロナの感染者がこうやって,増えて。増えてんだもんね、結局ね。ーはい。恐ろしいことですよ。でね、今日は何を取り上げるかというとですね。安全な五輪は可能なのか、あめ、あね、専門家が指摘する。あの対策の。えー、この盲点と。いうふうに書いてあって。はいはい、あの、アメリカの科学雑誌とかね、あと他の。ええ,え。英国だな、あれはね。あいや、あのー、アメリカのね、科学雑誌と。もあんだ。か、うん、他のところとか含めて。 まあ、プレイブックがね、うん、あのあるわけですよ。これでですね、元がこれです、うん、ねあのニューイングランド・えー、ジャーナル・オブメ・オブメディシンっていうやつで、はい、でまあ、こ,ここにですね、このニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンなんですけど、はい、アメリカの医学雑誌みたいですね。あれ あれフィナンシャル・タイムズもあの今日取り上げますけどあれ日経新聞だからね親会社そうですけどフィナンシャル・タイムズは別にアメリカのとは書いてないまあいいやあと何よこれこれ怖いですねサッカー専門の情報サイトに載っていたんですけどこれね かなりやばいコパ・アメリカという大会があってこれなんかブラジルでやってるらしいんですよねうん、うん、で開幕3日目で登録選手の9%がコロナ陽性の異常事態、うん、いやすごいよもはやサッカーの大会ではない、うん、はい、はい、で今日のねこれニュースと関連していくので、うん、まずちょっとね先にこれ読んじゃうまあこれねべてお前らのせいだもし誰かがピンだらどうするっていう風にあの顔を言ってるんですけども、はいはい なんかねコパ・アメリカっていうサッカーのね、うん、大きい大会があって、うん、パンデミックの真っ最中でのブラジルでの大会っていうのがあって、うん、大会前から各方面で器具が叫ばれていたがどうやらそれは現実的になると。 コン,コンメボルコンメボルとブラジル保健省は毎日スタッフなどと PCR 検査を行っているが大会3日目にしてすでに52人の陽性者が出ているその内訳は運営スタッフ19人多くは えー、リオなどの大都市のスタッフー、はい、チームスタッフ10人選手が23人選手多いな 1>, 1日平均するとなんと17人、はい、また選手は各チーム26人の10チームで260人だがそのうち23人となる9%になる高い陽性率、うん、これは驚きの数字。うん、ちなみにオリンピックの選手は これ260人ってね、サッカー書いてますけど、1万人来ます。で、大会関係者、チームサポート、コーチ関係者入れて3万人です。うん一体これがどうなるんでしょうね。まあ、ブラジルに比べればね、はい、日本はまだ少ないけど、 <で>うん、ペルーはね4日目ブラジル対戦するはチームの,あの柱であるミッドフィルダーのクリスタン・クアバも陽性になり出場停止、はいうん、今後も中心選手が欠けるチームは出てくるだろうとこれミッドフィルダーってあのキャプテン翼とえば翼君のポジションですからね <laughs> ですよ主人,公ポジ主人公ポジですよ。 だからミートフィルダーって今すごい分かった。で、選手3人、スタッフ1人の感染者を出したボリビア代表のえっ、ー、とマルセロ・モレーノは、はい、自身の SNS に PCR 検査を受けるチームメートの写真と52人陽性の記事を貼り付け強い抗議のメッセージを載せた。はい、コンベボルよ見てみろ、すべてはお前らのせいだ、もし誰かがピンだらどうする、はいえー、選手の命に価値はないのか、はい、これに対してですよ、この。<laughs> この サッカー南米サッカー連盟は強い不快感を表明し、うん、敬意がないとして何らかのペナルティで元ブラジル代表のゴールキーパーのタファレルは、はいえー、皮肉を込めてこう発言、はい、これはもうサッカーの大会ではない一人にも感染者も出さなかったチームを勝ちにすればいいねすごいですねこれねいいですかこれねオリンピックはさっきも言いましたけど選手は、うん、サッカー260人って書いてるでしょ1万人ですよ まあしかもあのオリンピックの場合は選手はあのもし何かあったとしても責任は自分のせいですので IOC を責めませんみたいなね同意書付きだし、えー、あとなんかコロナの感染に対してあ感染を、うん、あの防ぐためのさ、うん、まざまなソーシャルディスタンスをはじめとするね、うん、指示に従わなかった場合、うんえー、ほぼ永久にオリンピックを追放する可能性するあるって書いてあるからね <laughs> わっ奴隷宣言だよ。<laughs> ねえ恐ろしいですよでこのねあの今回さコンメポルを見てみろと全てお前らのせいだって言ってますよね毎日 PCR 検査してますでも東京もやる言うてるよねオリンピックもでその時にもうわかるよ IOC 組織委員会見てみろと全てお前らのせいだと選手の命に価値はないのかっていうに言った時に IOC のぼったくり男爵とか「ああ下がらんだったら停止してやるよ」って。 ってもおかしくない今から目に見えるような。そうですね。これはちょっとね、んなんこれ。しかもこれはサッカーの話ですから。サッカーの話。で、ちょっとですね、このニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン。アメリカの医学雑誌なんだけど、ジャーナル・オブ・メディシン。東京ディズニーアムみたいなものがなくて、ニューイングランちょっとそれね、すみません。 一部の地域にお住まいの視聴者の方々をご不快にするような発言があったことをおわび申し上げますでもまあんで千葉にあんのにな東京ジーランド確か東京ドイツ村っつのも千葉にあったぞまあいいやそれでまあこれでですねあのこの記事をちょっと紹介していきたいんですけどこれ実は前にもちょっと取り上げてますまずですね毎日新聞に俺は言いたいそして平田さんが一番言いたいはず6月14日ねで最終更新六6月16日って書いてあるんですけどこの記事 遅い遅いんでまあ確かにこの文章内に5月にね <laughs>、うん、発表された記事にはって書いてあるんですけど、うん、え5月の27日かな、うん、今日が17日1か月近く前やないけど、うん、3週間やな我々の方早く取り上げたぞ <laughs> <laughs> 皆、まあ、さんのおかまあ元々それもあの確か別の日本語の記事で書いてあったのかもしれないけどいま、うん、お前ではああるね一応ねあの日本語の方が皆さん見慣れてると思うので、うん、日本語の記事をちょっと先に紹介しつつ、うん、であの実際どうやって書いてるのかっていうふうに見ていきたいんだけども、はい、じゃあここ、うん、はい東京オリンピックの開幕が来月に迫る中開催に伴う新型コロナウイルス感染リスク拡大への懸念が日増しに高まっている。 政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂会長ら専門家は近くリスク評価の提言をまとめる方がこれずっと言ってんね、うん、え、国際オリンピック委員会 IOC なども感染防止対策のプレイブック規則集を改定し対策を強化すると見られるが感染リスクを下げた五輪は本当に実現できるのかとまあ無理だよね、うん、だってこれ昨日も紹介したけどこうなるもん、うんうん、これオリンピック開催前にもう2000人やで、うん、東京、うんうん、終わったはは、うん、はははは うんははいいえー、じゃあちょっとでまあ、米科学誌ね、うん、さっきのやつなんだけど、うん、厳密なリスク評価に基づいていない、うん、東京五輪パラリンピックでは海外から来る選手らの多くはワクチンを接種し PCR 検査陰性の証明書を持って空港でも検査を受ける、うん、一般の人と交わらずに選手村や宿舎に入るほか練習会場と試合会場以外は外部の人との接触を限りなく減らすように、うん、極めて厳しく行動が制限されることになっている。うんうん IOC と大会組織委員会は感染力が強い変異株に対応するため、えー、選手や大会関係者に 向けの感染防止対策の規則集プレイブックの第2版を4月に公表検査体制や行動ルールなどをより厳格にしただがこのプレイブックについて米ミネソタ大の大の研究者らは5月米医学誌ニューイングランドジャーナルオブメディシンで、えー、科学的に厳密なリスク評価に基づいていないと見直しを求め、えー、五輪の中止が最も安全な選択肢かもしれないとまで踏み込んだそれ書いてありましたね、はいでじゃ ままあまずその一番皆さんが気になるこの「中止」っていうふうにどこに書いてるのかっていうのをですねえここ「キャンサリング」っていう,う,にうん最後の方にこういうふうにまあ書いてあるんですけどまあこれをですねままあああのーまあこうずーっとねここら辺の上の方にあのさっき言ったような細かい数字がこう載ってるんですけどまあ一番皆さんどういうふうにねアメリカのこの権威あるあの医学士がどう評価してるかっていうこの最後の段落を こう見てみましょうと。と、うん、はい。えー、まあ、これはさ、はい、あのまあ、医療関係者にとっては、えー、観客がいなくなること。パンデミックの入り口で制御するとか、うん、ま別に無観客を推奨しているんだよねで。で、選手はメダルを目指して競技に臨むとだけど。 このイベントの運営にはほとんど、えー、口出しされていないという部分。うん、あん、これじゃない。あ、ごめんごめん。ちょっとあの今俺違うとこ読んでしまった。ごめんごめんごめん。はい、で、えー、まあそういうまあ言ってみればですね、いろんなこの、えー、あかんよっていうようなことが書いてあって、うん、で最後にこの最後の段落は、はい、えー。世界的な健康安全保障戦略は各国間の相互関係を理解することにあります、うんえー。コロナに直面した私たちの経験が真実の瞬間を表していとすれば、うん ええー、それは世界の新しい契約である人間のまあこれちょっと直訳なんであんま文書が綺麗じゃないんですけど、うんうんうん、まあ要するにこれは、はい、オリンピックのあ,のあいいですかごめんなさいオリンピックの成果がともされるまで二ヶ月を切った今これ五月だから五、ね、月っら、ね、はいオリンピックを中止することは最も安全な選択肢かもしれません、うん、でここから先もあのご紹介もまたし,しました、うんうん、だけどオリンピックは世界が断絶している今私たちをつなぐことができる数少ないイベントの一つです、うん、オリンピックの精神は人々を鼓舞し動員する力においてひるい ないものですと<っ>、えー、そういうことが書いてありますね、うんうん、つまりこれはですね、うん、えっと注射はね安全の選択肢かもしれないというふうに言っているんですよまあこの、えーうん 文章の上の方にはこういう理由で危険こういう理由で危険ブワーンと書いてあるしさっきさそのワクチンをほとんどの選手が受けてきて陰性証明書出すって言ってるけど例えば発展途上国はとかあと10代とかのあの選手の場合は受けてないじゃんっていうような話も全部書いてあった上でこれだからね。うん、でそしてあの日本も全然先進国の中でワクチンす、うん、毎回それさ海外のニュース見ると書いてあって恥ずかしくなってくるんだけど、はい、でその上で中止眼の選択 がね安全な選択肢かもしれませんっていうふうにねあのそういうふうに言ってるわけですよ。ねキャンセリング・ザ・ゲームメイビーですからね。メイビー・ザ・セーフティスト・オピニオン。要するにオプション。だからあのもしかしたらそれが一番安全な選択肢かもしれませんねっていう。 くらいの。そういうふうに言った上で、うん、ね、あーのーでもオリンピックっていいよね。オリンピックをやれたらいいよね。ううだから本当にマジで頑張んないとね。うん、じゃあもう一回ここ読んでみましょうか。 はいええー、だがこのプレイブックについてぶーにおいて a、うんえー、まあニューイングランのやつに関して、うん、科学的に厳密なリスク評価に基づいていないという見直しを求め五輪の中止が最も安全な選択肢かもしれないとまで踏み込んだ踏み込んだあんま踏み込みでないメイビーってさ、うん、うん、だって英語のさやつではさ、うん、えっ8キャンセリング the ゲームズ、うん、maybe the セーフティストオプション だからこれ踏み込んだ踏み込んだこところじゃない、ね、踏み込んだんだったらさ、まあ、キャンセルせよみたいな感じでかかなるよねどちらかというとあの帰り際にドアを閉じながら、まあそういうのもあるかもしれませんねじゃあまたもしかしたらねたメイビーみたいな感じで <laughs> だからねこれね俺は言いたい、はい、毎日新聞さんお前自分でさ中止って書けないからってさこういうことさ <laughs> あれで、ね、これはね「仮念飲水研究を深いっていうんですよ日本語で <laughs> 自分の方向に持ってきて、さらに都合のいいようにねじ曲げる。ガテン引水研究会ですよ。本当に。ちょっと英語を読んだ後に、あ読む時、読む時、十号たくなった。いやこれ、ちょっと引き寄っちゃうこれ。ちょっとね。まあまあ、うん、て、まあ本当は見つけてきたところを褒めたいところだけども、実際はこの記事自身は五月末だったっていうのも確か。確かにね。あのこの毎日新聞が書いてあることは。 書いてあるし、うん、でプラスまあこれ以外の記事もねきちんと取材をされてるので、うん、その後の記事マまマまま長いんだよね、うん、4000文字ぐらいあってさねなそれはそれでね俺はいいと思いますよ、うん、うん、いいと思うんだけど、うん、じゃ中止って自分でかけ 朝日新聞ですら書いたぞ。踏み込んだって書いてあるけど、うん、やっぱ毎日さんちょっと踏み込めなかった、うん。そう。かしかも踏み込んでないニューイングランドオブニューイングランドジャーナルオブメディシンは、うん、踏み込んでねえよって言います。そうですね。ベイビーだかはい。もしかしたらっていう。うん。うん、もしかしたら。<laughs> かもしれない。しかもその後には、でもオリンピックっていいよねって言ってるからね。あんま踏み込んでないね。あ、毎日は踏み込めなかったな。いや踏み込んでいると書いたところが踏み込んだんじゃない。んなばそ嘘やん。でまだがしたら赤やろ。ね。まあだからあのやっぱりこういう雰囲気で発表されたやつは見た方がいいとは思うんですけども、まあ他にもねあの今日はいろんなニュースがあってこの CNN ね。 オリンピックボランティアの、うん、お人たちに対する、うん、あまああのインタビューですねこれはねでまああのもうちょっときついからやめようかなって思ってるっていう <laughs> まあそうですねまあそういうような話とかで結構こういうのがさ、うん、これも長い長いきちんとしているまあインタビュー映像もあるし、まあ、ねあのなんかねトースポがね はい、あの CNN がボランティアの悲痛な叫びを特集、うん、リスクが高い家族を守るっていうふうにね、うん、あのこうやって書いてあるわけですよ、うん、まあせっかくなんでちょっとここら辺まで読んでもらっていいてはい、えー、米 CNN が新型コロナ禍で強行されようとしている東京五輪のボランティアから上がる悲痛な叫びを特集した、うん、同局は新型コロナ禍の東京五輪開催に悩む日本在住ボランティアの生の声を取り上げた日本在住の海外出身の語学教師は私は五輪が大好きだが新型コロナにかかりたくない、うん、そゃそうだ。 <laughs> 大きな何か括 <laughs> 弧イベントの一部になることは素晴らしいことだがリスク要因が現時点では非常に高いとボランティアの時代を検討している。まあこういうふうにね、はい、あの紹介をされていて、うん、でまあいろいろなことがまあ書かれていますよね。で,ねで実こんなね短くまとめられるような内容じゃないんだが。はい、実はですね、あのこれはですね、ゥゥこれさっきのカエのここれ日本人。長いんだよな、本当。ふ<ー>はい。っていう。 まあせっかくなんでねやっぱりあの海外の記事とさあの日本語の記事の違いっていうことで、はいえー、ちょっと読んでいきたいなというふうに思うんですけども「うんね、オリンピックボランティアーズ・ウォーティド・ゥ・ヘルプ・アット・ザ・ゲームズ」。 they didn't sign up for COVID これどういう意味かというと、うん、えー、まあオリンピックのねあのー、ボランティアの人たちは、うん、コロナはあ,じゃあ、えー、オリンピックは確かに手伝いたいけど、うん、別にコロナにサインしたわけじゃないし、まあつまりコロナと契約したわけじゃないしみたいな、であのゲームは手伝いたい、コロナはやかかりたくないという、まあちょっとひねったタイトルですね。 そうでね。望んでいた何をっていうとまあオリンピックを助けることを望んでいたいたけど彼らはコロナまでは考えてなかったんそれそうだよ考えてるやついたらビビるわコロナのことちょっとってことですねこれははいまあでこれがかなり細かく書いてあってですねなかなかあの面白いんですよね なんだっけな、あの日本に住んでる英語教師だっけの人はなんていう名前かって、エスナーシャリっていう。ちょっとね、変わった名前の方なんです。エスナーシャリ。はい、えっと、兵庫県に住んでいらっしゃいます。エスナーシャリさんです。エスナーシャリさん。ちゃんと名前書いてあるんだよね。はい。なんで、名前書いてるの日本人には紹介しないんだろうね。東スポの場合は、どっちも、あの、もう一人、これ、畠山さんっていう大学生、日本の方も出てくるんですけど、そっちの名前も別に書いてあこれ、これか。 エスナシャリさん。はい。I love the Olympics, but I don't want to go to get コロナ。そうそうですね。まあ要するに私はオリンピックは愛してる。だけどコロナにはかかりたくない。うん。そりゃそうだって。せいど、エスナーシャリ。エスナシャリさん、どこ出身なんだろうねって思うんだけど、結構かっこいい名前だよね。で、これがですね、えっと、ランゲージティーチャーフローム兵庫、兵庫県の。 こ,の方でこれ、海外のニュースの特徴だよね。うん、ちゃんとこうやって誰なのか、のかのかどこなのかっていうふうに。はい、兵庫県の語学教師のエスナシャリさんは、うん、まあ自分よりも、まあ、あのえー、っと、うん、It's great to be part of something bigger than yourself.But、はい、there's a risk factor and at the current time it's very high. なんかちょっと宗教観感,感じる発言だねあそうなんか自分より大きいものの一部になることは素晴らしいけどもリスク要因があって現在非常に高くなっているうんなんかこの サムングビッセルまああのなんていうかイベントというのはやっぱ一人でできるもんじゃないからねま一体感は素晴らしいはいままああそうね言ってるわけだよなはいでもここには書いてあるのはですねコロナの第4波と日本は戦ってるって書いてますねコロナの第4波なんだそうですようんもう次5波って言われてるけどなうんでまあ毎日新規感染者が2000人とか出ててでまあまだ あのワクチン受けたやつも十パーいないと、うん、はいえ一回目を受けた人はですね十パーセントにもいっちませんって書いてありますね、うんうん、はい。いやーまあこれなんだろうね、この今回の c n l のねこのニュースとか見て私は思ったんですけど、うん、まあこういうその声を拾ってないよね。うん、こういう特集あんましないじゃん。しないね、うん、ボランティアの人の声ってだボランティア えっとちょっとねヤフーニュースとかに確かにあったんだようん、うん、ボランティアやりたいけど怖いしみたいなうん、うん、でも確か匿名だったと思うんですよねやっぱりさ大会の顔はボランティアなんですっていうふうに、ん、大会を支えてくれるのはボランティアの人たちなんですよっていうふうに組織委員会言ってんだよ、うん、言ってる割にフォーカスされないのはなんでかっていうとこういう声が出るとまずいからそうですねああまあ、だって1万人辞退したからね もっとと増えると思うけど、ねはい、でまああの毎日80万回の接種が行われるだろうと、うん、6月末には1日あたり100万回の接種だというふうに言ってるけど、うん、このペースでは大会が始まる頃には日本の20%以下の人しかワクチンを完全に接種していないことになりますとそりゃそうだはい、うん、こ,れここのね記事に書いてあったのかどうだか忘れたけど老人ですらまだあの なんだっけ申し込みすらしてないやつもいるみたいなことも書いてあことも書いてあ、うん、な人も多いからねそうですねうん、うん、はいで、えー、まあえっと大会ゲームズオーガナイゼーションプラントゥーワクチン、えー、大会主催者は大会関係者の、うん、とか一部ボランティアを含む1万8000人のオリンピック従事者にワクチンを接種する予定、はい、しかし7万人のボランティアがいるので十分な数はありますね ガガラガラやん大規模接種センターとかーもう仕事できないんだねいやーこれはひどいね、うん、でまああの、えー、8万人中1万人の、うん、あのボランティアやめてますと、うん、でエ、まあ、S ナシャリさんはやるあやるかやからないかまだわかんないけどまだ決めてないとはいでまた S ナシャリさんのコメントはい、うん、えー、まあ、予防接種をね受けに行かずに、うん、あ受けずに行くとしたら今日はコロナになるのかなそれとも明日コロナになるのかなって思いながらやることになる 怖しかもボランティアだから金が出ないいやーいやーれは確かに嫌だよね嫌だよねでさらにあのここにとても恥ずかしいことが書かれて、はい、しまっているんですよねええー、ボランティアの人によると布製のマスク手の消毒液他の人とのおまあ2メートルソーシャルディスタンスを取るというふうな指示が書いてあるパンフレット以外にコロナに対する防護策はほとんど与えられていません ボランティオリンピックのウェブサイトではボランティアに自宅とオリンピック会場を結ぶ公共交通機関の利用を呼びかけています。これね、海外に恥を晒してるんですけど、要するにマスク二枚って書いてあるじゃないですか。これ C.N. さすがに想像のねあの外なんで分かんなかったかもしれないですけど、はい、マスク二枚、二週間で二枚です。一週間で一枚。そう、洗って使ってね。いやー。プラス二週間でこれぐらいの 消毒液 <laughs> いやー、すごいね。で、それで体調管理シート書く。うん、で、別にそれが集計されるわけでもない。で、しかも、七万人中一万八千人しか、あの、打たないわけでしょ。ね、これはあの、選別ですよ。命の選別。いや、怖いよな、これ。うんうん、こんなこの状況に、この、なっているわけですよ。はい、ね。 でそれで、医師たちが、ね、警告している話が書いてあって、うん、ワクチン未接種者つまりボランティアの人たちですね、うん、がオリンピック村に、まあうん、出入りすることの危険性を警告していますと、うんえー、医師たちはオリンピックによってすでに手狭になっている日本の医療システムが瀬戸,瀬戸際に追い込まれているのではないかと懸念しています。そ,そ,うだよね、そしてこれボランティアーズはディスイル,イルスジョンんディスイージョンとか。要するに の失望したはいそりゃ失望するわなそうですねはいいやこれイリュージョンっていうのがディスが入ってるからあのイリュージョンイリュージョンがもうねえなっていうようなこれイメージなんです夢破れたっていう感じだよねあ俺さっき出してんかったごめんディスイリュージョンの上に書いてありますこれねディスイリュージョンいや怖いね でまあえっとまあディスイリュージョンズって何なのかっていうと失望ですね。はいえ昨年のオリンピックでは会場の運営サポート熱心なボランティア軍団が活躍していますと日本選16人にも約5万人募集されていたが長時間労働が原因で何千人ものボランティアが辞めてしまったと報告されています。そうだよ。だ東京だけじゃないんだな。ねでもね大きく違うのはリオ五輪の時の方が待遇がいいです。そうなんですよね。それでもやめるんですよ。はい。でまあ東京大会の。 主催者によるとね、うん、ええー、まあ結局1万人のボランティアが辞退したと、うん、でも、まあ、観客の入場制限もしてるし、運営に影響はないというふうに主催者は言っていると。うんはい、で、ここでその次、純畠山んさんという方が出てきます。はい、日本の大学生の方ですね。えー、ウェンカ山 って書いてあるんですね。はい。えー、畠山淳さん、まあこの人はあのオリンピックのボランティアに最初申し込んだ時、うん、世界のトップレスリートを日本に迎え入れるという国の誇りを感じていましたと。バット。はい。えー、しかし。 オリンピック費用の広告とまあそれはここでも中身ありましたね東京五輪元会長の性差別発言森さんですねは森え、そして今回の開催決定など次々と問題を目の当たりにして不安と幻滅を感じたと言いますそりゃそうだろういやそりゃそうだろうはい。で、この人はね声明を発表してるって言うんですね実はえオリンピックは人の命を軽視していると畑山さんは言いますと私たちの生活は今まあ非常事態だとなのになんで今2020を開催できるんですかという話ですね あの非常事態じゃなくてステート・オブ・エマージンシーなんで緊急事態でしたかはい、はいはい、ですね。うん、はい,いや。なんでまあ、この人も辞退しましたという話ですね。うんうん、で、えー、辞退して、えー、参加取りやめたとしかし、はい えー、東京でこれまたあの、うん、別の方が出てくるんですけれども、うん、旅行作家写真家として活動するフィルバート小野さんをはじめとする他のボランティアの方はより悲観的な見方をしています、うん、だボランティアやるっていうふうに言ってる人はもっと悲観的だと思うんんんえー、このフィルバート小野さんはですね可能な限りの安全対策が取られ、うん、私も全てのプロトコルに従うつもりですのでリスクは かなり軽減されると確信していますと絶対無理無理無理それ,それそんなことないと思うけどまあまあそう思ってるんだねそうだねでね他のコロで悲観的な見方では別になくってどちらかと,いうと楽観的に見えるんだけどまあでもこれで十分悲観的に望もうとしてるんだよ、うん、あ,あそうですね、うん、でまた別の大学院生の都築さんという方が出てきますねオリンピックに向けてさまざまな課題がヘマ詰めになっているにもかかわらず、えー、ボランティアとして活動することに興奮しているといいますと、えー、日本が直面している うー障害が日本に改善を迫るものであることを願っています。そういう人もいます、あ。そういう人もいます。あの、もう一回見せておきましょう。<laughs> これ、厚生労働省のデータ、えー。7月上旬に2000人超えるかもっていうデルタ株の影響が大きいでまあでもやっぱりね、あの G7 でも言ってたんだっけ、うん、そのコロナに打ち勝った、あまあ。 あのの証として安心安心全のオリンピックってコロナに打ち勝った証しなんじゃなくて、うん、コロナの中だけどもどれだけ人が亡くなっても特攻してやりきった証しになるんじゃないか、うん、でそれで、うん、ワンンミス,テスジャパンいややパいどうか多分メルケルとかねフランスのマクロンとかからすると羨ましいんだよ、うん、いいなおとなしい国民じゃうちらすぐデモされるんだけどって。ね ギロチンにかけらまあそうはフランスのね王国の頃だけどまあでも真面目な話日本はギロチンかけられてないからね安倍晋三のおじいちゃん岸信介で戦争の時に商工大臣で戦費の調達とか武器の調達やってた人なのにまあいいやでこのねあっっフババルルててていいいいううううふふにに書るんですよねは安全なブまああのバブルっていうのはつまりシャボン玉のあのことみたいに言うんですけど まあ主催者側はオリンピックはねそれ安全なバブル、うん、あのまあ薄膜のねうん、うん、の中で開催できると主張していると、うん、選手は定期的に検査を受けてる人、うん、連絡先を追跡、うん、しているし、うん、社会的に距離を置くことになりますと、うん、え大会が始まるまでには80%以上のワクチンあ選手がワクチンを接種していると期待されています、うん、だから大丈夫だ,だなこれ80%以上がだと期待されているだからな、うんうん、じゃあこのニュースは何だったんだろうねねえ毎日 毎日 PCR 検査してこれやでたった260人のチームでありえへんやろなので公衆衛生の専門家によればねこのバブルに穴を開ける方法はいくらでもありますさらにいてるしそう何万人ものワクチン未接種者未検査のボランティアがオリンピック会場内を移動する場合はなおさらです。 えー、でまあ、メルボルンの、まあ、人が出てきてですね、この7万人のボランティアが地域に出て、うんえー、移動もする、うん、でしかも約20%、つまりこれは選手ね、うん、がワクチンを受けてない状態、大会に臨む、ハイリスキーなシナリオです、これはと。それそうだって。うん、ってか、まあ、真っとうなことしか言ってないんだよね、うんうん。7万人の人がさ、公共交通機関で動けって言われてるわけそう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 、乗りたくないデルタ株、インド由来の変異株が蔓延している中、怖い公共交通機関を使いなさいと。日本の満員電車を使いなさいと。 やばいやまあそれでねこの記事本当面白いんでねあの皆さんがね興味があれば見てほしいんですけども「プレイブック」が新しくなったんですよね。で特定のスポーツボランティアでは定期的に検査するというふうに言ってるけども数について明記しないこれを英語で「ワシントン・ポスト」は「やったふうり」って言ってましたね。はいじゃ次 はいえっと日本医学会からの傾向も増え続けていますとはいされてるけどなはい東京都内の6000人の医師を代表する団体これ東京都医師会でよかったっけなえっと東京耳にこれあれだよえっと東京都医師会じゃなくってかかりつけ医かかりつけ医の団体だったと思うだよね。確かねまあ毎回ちょっとこれに関して直訳すると難しいんだけど大会の中止を求める文書を発表しました えー、一応チェックしとっか。あこれはあれだなえー、と、この5月18日に出しましたっていうのあ声明、ね、はい。い 5 0 0千人で、えー、やってるやつだと、えー、かかりつけ医の団体だと思います。うんですかごめんなさい、タイトルあの名前をちゃんと忘れましたけどは、うん、はいではそのコロナとね戦って人々の命と生活を守ることが今最も重要だとオリンピック・パラリンピックの開催がコロナの前を助長し、うん、被害者死亡者の数を増やすことになれば日本は大きな責任を負うことになりますという声明を出しましたと、うんうん、そりゃそうだよはいで尾身さんの話が出てきますね。さんはまあ パンデミック中にオリンピック開催するのは普通じゃないと述べ述べましたという話が書いてあります。まあもちろんこれに対して一見行為と言われた話は書いてないんですけど確かに竹中平蔵の話までは拾ってなかったさすがに猛録してんじゃねいかと思われたじゃないですかね。これあのちょっと前のねニュースだからなんだけどもジャパンズ・ガバメントは6月10日にですね政党エマージェンシーを解除すると。 えー、予定だが飲食時間の営業時間など、うん、一部の規制を7月のオリンピック開催まで、まあ、伸ばすと酒が出るんだよな酒が出ますだから結局路上の耳にしてるからあんま意味ないだろうって感じなんだけど、ね、それでこうなるんですよああ,あもうまあまあ、まあ、細かくはね昨日の動画を見てほしいんですけどはーい,いやーロールアウトザワクチェンズっていう風に書いてあって、はい、まあワク,、まあ、ワクチンのね接種も始まっちゃうと、ん、はいいうことですね、えー、ただ100万 えー、仮に明日から1日100万回の接種が可能でも、うん、おワクチンを接種してくれというふうな、うん、こう,いうふうに促すというの課題がまだありますと、うん、でもさっき言ったやつで、うん、65歳以上の高齢者を対象に、えー、開始されているが、うん、高齢者全体の約3分の1しか接種されていません。 はい遅い遅ですね、うん、なんで、えー、人々にちゃんと接種を進めるということがプロセスの一部であると河野さんも言ってます。いやーなんかなこれ。<laughs> これねあの、うん、河野副大臣はって書いてあるんだけど、うん、若い世代にも接種そう副大臣じゃないのになんか、うん、えなんで副大河の制度って書いてんだよね。えー、こ河野制度、えー、副大臣バイスプレジェントって書いてあばバイスなんとかって書いてあるのか。かな。え,ー、えっとねまあ もしかしたらこれは何かの間違いかなというただの河野って書いてあるから副大臣じゃないんだよね、えー、大臣じゃないよね。うん、これ多分あの翻訳のあれが間違ってんで,でこれね言ってるのが河野さんが、うんうん、若い世代にも接種してもらおうと思っていますがワクチンに興味のない人が増えてるのでどうすれば接種してもらえるかを考えていますってお,いお,いおっさん <laughs> <laughs> ど,どういうそれはコメントなんだって感じなんだけどね。 でまああえー、と若い世代もね、うん、木曜日ぐらいから予防接を開始しますというふうな話が書いてあ、ねうん、けるのかん本当にやんなきゃやんなきゃつってやってないっていう人もいますから、ねでまああのプライムミニスター、ー菅は、はい、えーと11月から、まあオクトーバーからノベンバー10月11月までには希望者に打ちたいと菅さん、言葉ばうまいよねあの希望者に打てたら OK。 希望してない人は週間完成しようぐらいの感じやったふりですからねやったふりだよ本当にもう怖すぎるだろうこれね、でまああと5週間でねもうオリンピック開催もう5週間切ってますとおだから東京の安全性を国民にアピールする必要に責められていますとさっきのエスナシャリさんがもう一回出てきますでこの人はオリンピック期間中都内の友人宅に滞在するようでパンデミックの前はその友人たちが喜んでいたそうですがえ今1日に何千人もの人と接する可能性のある人と一緒に暮らしたい かという感じ。たしかに。<laughs> はい、ええー、そう,そうですね。なので最低限ボランティアを指定されたホテルに宿泊させて。会場まで、まあ、あのシャトルバスとかでね。うん、えー、まあ、提供することができればいいんだけどなあというふうに,に言ってま。ああ、予算は。ボランティアにはないよ。はい、ね、ですなあ、うん、だから公共交通機関なんだけどねー。うん、で、えー、っと、これ一番最後の方にですね。うん、突然、あの、またボランティアの、うん、えー。 東京ドイツ日本研究所副所長バーバラ・ホルツさんっていうのが出てくるんだけど、うん、なんか突然最後出てラホルツってね誰なんだろうって感じなんだけど<お>でまあ、この人はまあ自分自身をね守んなきゃいけないし家族も守んなきゃいけない、うん、でこの今回のコロナの影響でボラン,あのボランティアやるっていうことが、うん、私や私の家族にとって危険なのであればやめたいというふうに言っています、うんうん、スポーツイベントを開催するタイミングとしては絶対に間違っている。 <laughs> その間違ってる、ねはい、世界が苦しんでる時に絶対に間違ったメッセージだと、うん、CNN でしたありえへん長いね長いね、うん、まあでもそれをねきちんとこうやって映像もつけてですね、うん、あの流してるわけだはいこれやっぱりすごくいいよねそうですねこうやって あのコメントを取ってさ映像もつけてさマスクはつけないでこれやったんだねあっしてたやってたこれどこだっけなこれどこなんだろうね中芝おどっちのほうだなんか東京の湾的なところに見えるけどまあこういうふうに発言をされてでこれがさやっぱりなんで朝日とかさ毎日とか日経とかなんでやらないのかっていうとこういうことを書いちゃうと意見が伝わってバレちゃうから困るんだと。 一応この記事自身は確トースポースポがねあの一応紹介はしてるんだけどでもさっきにやっぱり比べると名前出てるのさっきのバーバー・ポルトさんだけなんだよなんでかというとこういうさドイツ日本研究所っていう肩書を持たれてる人だからねだからこういう人たちはですねあの名前が出てこないとか大学生とかね大学院生とかねもうちょっとねあのもったいなかですなはい。 いや、まあ、でもね、うん、あのー、あと七分ぐらいなけど。ブルームバーグやブルームバーグや。はい、これはね、絶対読んだ方がいいやつ。はい、えジーゾオリンピックスビルビーアバウトドクターズのアスリップ。Doctors, うん、これも結構。い,いいよね。ねタイトルですよ。あの、簡単に言うと、選手じゃなくて、医者が主役って。はい。 もうあのさっきのサッカーのコロナ陽性者を一番出さなかったチームを優勝にすればいいじゃないかと同じくらいですね、えー、これはまあ皮肉が効いてるんですけれどもはいまあ、さっきのタイトル通りでございます医者、看護師、検査技師をはじめとする何千人もの医療スタッフがまあ、今回の、ね、採点の成功を左右することになりますと、ね、なんでそんな重い責任を医者全部に背負わせるんだって感じだけどねちなみに先にあの皆さんに言っておきますけどお医者さんもボランティアで無休ですからね。 本当にもう金メダルお医者さんてあげたら本当だよね <laughs> っていうかやんな <laughs> やんなだけどね、うんはい、何ももらえませんからね、うん、ああ写真の使い方が面白いよねやっぱりそうですね、うん、はい、えーで いね、あのお医者さん自身が危険性を警告しているけれども、うん、でも、まあ、全然聞か,聞かれてないと、うん、6000人以上の医師を代表するさっきのやっぱりボランあのかかりつけ医の代表の方が大会中止の説得を要請したとで、まあ、病院は手一杯で余力もほとんどないという話も書いてあります、うんうん、IOC はあコロナ対策が万全であることを誰も疑う余地はないとしている。 そうって感じなんだったけど。あのー、日本政府公式発表の。これ。これこれさあ、コーツ I. O. C. 見てないんだよね。見てないでしょだって日本語だもん。うん、I. O. C. の <laughs> あのー、コーツさんにはですね、ぜひ伝えておきたいのが。うん、コーツとかね、バッハに伝えておきたいのが。うん、日本はね。 安心安全だと、うん、政府が言い張ればバタ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 ね、うん、あの人が亡くなってても、うん、安心安全安心安全って従う一部の頭のおかしい国民がいるんだとだから君らの言っているこの安心安全と日本語における安心安全は違うんだとんまあそうですね日本語難しいですね政府、ね、セ,セキュアとはね違うんですよ安心安全ははい。はい ええー、<ー>そうですね、という、だ、この記事は本当にね、うん、あの。っていうか、よく書いたら、なんでこの記事がないんだろうなんだけど。うんうん、おまあ、今、これはね、あの。これまで、いろんな、うん、あの、オリンピックで、やっぱり、あの、リスクがあるからっ。つって、うん、いろいろ声が上げられた例もありましたよって、話が書いてあります。まあ、セットとね、はい、えっ、ー、と、英国の、え、県やら、医学。雑誌のランセットが。うん まあこれ、えー、コロナやのあたりでやるのっていう話に関して社説を発表していて、うん、まあオリンピックについては世界的に話し合う人があると、うんえー、いう話をしていると中大会の中止を求めることはしてないが、うん、あ、まあま世界保健機構収支病予防管理センター英米国疾病予防管理センターなどの重要な公衆衛生機関がこの問題に注意を払ってないことを指摘していますそのこう面白だよね、うん、CDC も WHO もあのオリンピックに関しては信ないって。そうそうそう 大変だよとか言ってるけど、大変だよっていうだけでオリンピックのことは言ってない。まあまあヨシが決めるんでねとかって言って、なんなあれ。ちょっと気持ち悪い。すごい気持ち悪いよね。そうですね。ええでまあこういう組織がね声を上げた前例は実はあるんだと、次回ウイルスが発生したときには CDC がこれ2016年リオデジャネイロのオリンピック中止また延期するまあ構成公衆衛生の理由はないと宣言したことを指摘しています。 CDC がリオジェネのゲームを中止または延期する公衆衛生上の中止を表明する理由はないないあつまり逆に言うとはいやっていいじゃんってっていいじゃんことはいザ・ランセット・ヌーティ o r フォー・ m グザンプル例があるとはい自家ウイルス・ザ、えー・ CDC ・ディクレアド・ゼワズ・ノー・パブリック・ヘルス・リーズン・トゥ・ハルト・オア・ディレイ・ザ・ノー・パブリック・ヘルス・リーズンだからねお<ー>別にいいんじゃいの まあでも今回はそもそも続行すべきかどうかについてあんま言ってない、うん、この沈黙は責任逃れだって言ってるわけね、うん、なるほどね、うん、だってあの2016年リオはやったでしょなるほど、うん、じゃあやっていいよっていうふうにも言わないし、えー、いや,やんな,なん言わないつまり責任逃れだなんだアメリカ人もアメリカ人も日本人と一緒だな立場立場まあでもあのぶっちゃけ自分の国の話じゃないんでね まあそういういうな意見になるんだろう,ななるんだろうねう、はい。まあ今回ですね長いからね、うん、全部読むのはちょっと大変なんですけどもオリンピックは結局民ッシュ主義じゃないとまあ商業主義オリンピックムーブメントを代表する100人以上の行政会元アツ、うん、s イとかなる、えー、委員会によって運営されているから、うん、まあ政治的な問題はスポーツに関係ないと考えられているが。うんが あー東京が一方的にイベントを中止した場合 IOC から多額の金銭的なペナルティを受けるから、まあ、結局日本が実国で、えーまあ、リ開催されるリスクのた高いイベントに関して、まあ、限られた権限しか持ってないんちとよという話が書いてあります。いつもも政治のの話でね実際のところ IOC が 訴えてこないと思うよまあねね一方的にでしょ、うん、一方的にキャンセルなんかありえないから,いから、ね、話し合ってなしにするんですよ。うん、まあまあ他にもねこの記事はいろいろね、うん、ワクチンがまだ接種されてないって話も含め<の>、うん、はい書いてありますね。うん、まあで最終的にお医者さんの望みはね聞かれないよねーみたいな感じでこう書かれていてですね、うんはい、いやーまあとにかくあのオリンピックやると。 うん、でこれはね緊急事態戦オリンピック開催前に、うん、あのここまで2,000人まで超える可能性があると言っていてオリンピックを有観客で行った場合 <laughs> これ本当そうだねの、うん、って感じあのオリンピック開催の4月22日から、はい、えー、大体、えー、10日から2週間で1万人増えるというふうに書いてあります。うんうんはは もうまあねまあ今日はちょっと海外のニュースを平さんに調べてもらいつつ、うん、日本語のニュースも紹介してね、はい、やっぱり全然取り上げ方違うよねそうですねということで、ねえー、話をさせていただきましたまあね平さんも今日もありがとうございます皆さんも見ていただいてありがとうございますまあねあのこういう番組をさあのこれから続けていくためにもカンパいただけるととても嬉しいだけどカンパとかなくてもねあの本当に見ていただけるだけで感謝していあ,ありがとうございますそんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしく